顔薄いけど。こんばんは。今日は何をしていましたか、皆さん。よっ。ちょっと目こすっちゃったか。なんか本当にさ、ライブとかがないとさ、めっちゃ濃い目、なんかしっかりがっつりメイクをさ、全然してなさすぎてさ。うん。まわ。待って、もーちゃんハート送ってるんだけど。待って。上いるんだけど。スクショしようっと。あ、下手、ハート下手すぎ。ここ。もーちゃん。あ、そう、携帯新しくしました。もうずっとね、あの取り寄せてはいたの。ずっとさ、携帯お借りしてるって言ったじゃないですか。私携帯お借りしてるって言ってて、あのずっと借りてるのを使ってたのね。でもう私の iPhone はもう届いてる状況だったの、向こうに。いや、ずっとお店にね、ずっと置きっぱだったの。やっと取りに行って、新しい携帯に全部データもバックアップも移せて完璧でございます。どう、赤み引いたんじゃない。なんか肌、なんか肌エステ行った後みたいなあれになっちゃった。赤み引いたんじゃないですか。どうですか、赤み引いたんじゃないですか。そう、なんか借りてるやつはなんかね、すごい赤フィルターがかかっちゃって、なんでと思ったけど、髪伸びた。やったぜ。え、そうだ、充電しながら使っちゃダメだよって。そっか、待って、それってバッテリーが減るんだっけ。今はね、そう、でも悩みね、あの借りてるのが13プロマックスだったの。だから13プロマックスだとバッテリーの持ちがなんか4300なんとかみたいなのね。でも今回 iPhone15 だからプロとかじゃないから、バッテリー持ちが3000なんとかで、こっちの方が少ないわけだから、やばいかも、すぐなくなっちゃうかも私の。今充電してないの。でもね、私がびっくりしたことは、あの携帯のあのレンズのとこに、上の内カメのこうレンズのところがなんか触れんの、あの反応すんの。この携帯があるとしたら、ここが触れんの。私知らなくてびっくりしちゃった。びっくりびっくり。なんだ、今力が湧いたらどう。そうだよね、充電の上限を 80% にする。え、なんで 100% までしたらダメなの。 100% までしたいよ。前のスマホ、はい、確かに。でもね、あの向こうにも携帯ショップにあの預けなきゃいけないシステムだから、そう、買い替えだからね、置いとけないんですよ。人間に置き換えると、ご飯、寝ながらご飯食べてるみたいなことになる。これ、わかりやす、わかりやす、わかりやすすぎる。確かにそれじゃダメだね。熱くなったらダメなんだ。そう、私結構すぐ熱くなる。もう高いんじゃない言うて。確かに、あれ、タブレットをゲットしたらいいのか。でも画質はそんな変わらないよね、多分。わかんない。え、大丈夫だよね、毛のとこ見えてないよね、大丈夫。
前、まあ、この間の配信よりは。え、今日肌ガビガビだけど大丈夫？今日肌全然やってないけど大丈夫？え、あゆみが見えてる画面と違うのかな。え、私、え、私が見てる画面でそんな変わんないけど。辛い本当に？なんで？なんでって、いや、それは iPhone15 に変えたからです。本当？大丈夫？オフの日はできるだけファンデーションをしたくないという、なんだか私のあれがありまして、そう、今日はもうマスクする日だったから、何？マスクしてる時にする、ずっとマスクするよっていう日にファンデーションするとお肌が息できない、あっってなって荒れちゃうからそうしないっしょ。すごいね。でも調べたの iPhone13ProMax と iPhone15、 なんかすごいあれみたい、なんとか系 YouTuber みたい。iPhone13ProMax と iPhone15 で画質のあれを調べたんですね。 iPhone ProMax だったら、あとカメラ3つなんだけど、私は2つだから画質は同じ変わんないのかなと思ったら、やっぱり iPhone15 の方がちょっと画質がいいみたいです。だけど借りてる携帯が大きかったから今ちっちゃくなった感じがして、今ちょっと慣れないの。ガジェット系 YouTuber と申します。今回ご紹介するのは iPhone15ProMax と iPhone15 の比べ動画。今日の11時ぐらいに、11時ぐらい、いや違うな、わかんないけど、まあ朝あったかい、まだ日が出てるぐらいに、ケースに急いで頼んだのに今日もう届いたの。こんなこと初めて。こんなの初めて。こんばんは。こんばんは。お姉さん、嬉しいですね。嬉しいですね。アンドロイドね。アンドロイドは私使ったことないんだよね。ママが昔アンドロイド使ってたけど。あ、X の動画見てくれた？見てくれましたか？昨日言ってたやつ。昨日？言ってたやつ。どうでした？見ましたか？可愛いでしょ？本当に可愛いんです。ももちゃん。なんとかなんとかなんちゃん。ちょこ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 。大下美月。アバターの山田もかさんがいますよ。いますよ。大下美月さん、アバターのももちゃんがいますよ。愛ちゃんアバターにならないのかな。ももちゃんみたいな圧。29位いいの？肉じゃん、肉。肉の肉ランキング。モモカとの距離が近づいてて、モモとかモモカとかね、もうね近いですよ、距離は。結構前から随分と。でもあんまり表に出てなかったかもね。かわいい。もう一生甘やかしちゃうんだけど私。どうする？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 こんばんは。そう。今日は30分だから本当に一瞬で感謝の念が見てよ、なんか感謝なんだか向かってみたいな、なんか投稿を見てよ。こんばんは。あまあまです。あまあまでございます。あまあまなので、私もあまあまお返ししていきたいと思っております。キュワー、キュワー。あやのちゃん、ありがとう。エンジェル、アキラブーマン、いいね、ありがとう。
次元、次元さんありがとう。ね、かわいい。ね、これさ、パッと見ね、遠目から見るとさ、ファーストツアーのさ、あの緑衣装に見えませんか？見えませんか？なんかクマあるね、やっぱちょっとダメだよね。うん。ほら、ラブソレットのファーストツアーのさ、衣装に見えるんだけど、このクマ、この名探偵クマ。やばい、目がシャボシャボ、目がシャボシャボするでしょ。ほんまが好きで、ほんとにそんなに私の携帯の画面だとそんなにわかん、待って、ちょっと近づくのやめとこう、今日はちょっと。嘘でしょ、本当にいいのに。いや、さっきのネタなのに。待って、探そう、山田桃子さん、ネタなのに、いいのに。あなたはもうみっちゃんのアバターにしなさい。え、本当だ、ちょっとスクショしよう。この画面かわいい。いいよ、もう帰らさい、全然もういいんだから。あの、私は桃ちゃんの、ちょっと桃ちゃんにふざけて、だけどじゃないけど、真剣だけど、もうじゃってやっただけだから、帰りなさい、もう心置きなく。ありがとう、写真撮れたからもう私十分だわ、ありがとう、いつも本当に。わちゃ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 、あともう30分あっという間ですから、みんなもう寝るの、すぐ寝るの。今日はモーメントはさっき投稿したので。え、リコのインスタね、それな。もうリコもなんかもうさ、もう謳歌してるんだけど。あのインスタを謳歌してる。もうね、すごいよ、自由奔放って感じ、面白すぎ。これはあのチュロさんの写真で、これはインスタのストーリーのあのハテナのエフェクト。そして枝ご飯。あれなんて読むの、ブランチじゃなくて、あれ何。なんて読むの、あれブランチじゃないでしょ。楽しそう、本当に。でも私本当さ、なんか外に、そう思うとあんま外に出かけないんだ、出かけてないなって思う、本当に。なんかカフェ巡りとかも全然しない、外食も少ないし、出かけるとかもないから、ちょっと本当にインスタ開設に向けて、あのカフェ巡りとかどっか出かけるとかを盛んにしていきたい2024っていう、こう今更ですけれども、こうまあ今年も始まってもう早3ヶ月ぐらい経ちますけれども、一人〇〇をするっていうのと、あのちょっとあの外食というか、まあカフェだったり出かけだったり、お出かけだったりをこう増やしていきたい、そんな魚人生にしていきたいなと、こう心に決めた、そんな一日でございました。一人まるまるはもう全然してないですね。枝？視点？そういう意味なの？枝ってそっち、何の枝？あ、でも合ってんのか。こんばんは、こんばんは、めぐろうめぐろう、ちょっと絶対さ、いっぱい知ってるでしょ、カフェ教えてよ、教えてよ。うん、ラーメン、なんであゆみがさ、ラーメンインスタだったらびっくりするでしょ、えって、こんなラーメン好きだったの、入ってないくせに。うん、一人まるまる全然知ってないな最近。何がある、一人まるまる無理だよ、一人ラーメンは。自動系ラーメン食べててほしい、実は
ちょっと映り込みとかでさ、全然ショールームとかでは全然ラーメンあんまり詳しくなくてみたいな、二郎系ラーメンってどんな味がするんですかとか言ってんのに、あのなんかの映り込みとかでめっちゃ食べてんのマシマシでマシマシニンニクマシマシで食べてた二郎系ラーメンね、あの天地返しをしたいです。合ってる？天地返ししたいです。天地返し、なんか天合ってますプロテインってストーリー本日のプロテインプロテイン一人映画は、去年の1,2,3 ぐらい、3月ぐらいでアイカツを一人で見に行きました。でもそれはこじんまりしたシアタールームだったかな、行けたけど、でもまあ一人映画行けますよ。まあまあまあ任せてください。一人旅はないかも。麺が重すぎて手が震える。そうなの？気になる。箸折れないの？初めてのはずが注文が、確かに、これってどうやって注文するんですか？だってでもカメラが止まった瞬間に、麺固めの、野菜にんにく全部マシマシで、あと、味変の、あのなんか、味変のなんかやつもつけて、お願いします。でも私、あれ行ってみたいんですよ。千里眼？行ってみたいです。指原さんとかミリアさんとかも行ってらっしゃった千里眼に行ってみたいです。なんかあそこってさ、あったよね、あのあれがあるじゃん、あの替え玉みたいな、味が変わるやつ。この間ね、あの桜坂さんの YouTube で千里眼に行ってらっしゃって、その替え、なんか味変がめっちゃ美味しいみたいな言ってたんですよ。だから気になると思って、この間行った？桜坂さんのそれ見て行った。わかる、あのね、あの素敵な動画、なんか食べたくなりますよね。チーズとカレー粉？ラーメンに？チーズとカレー粉トッピングとかあるの？ラーメンに？いやまあそれはカレーうどんとかありますから。そんなんあるんだ。マイク押さえてね。嘘、押さえてないよ。声こもってますか？声こもってますか？声こもってます？嘘でしょ。水の中からショールームこもってたら、ご愛嬌っていうことで。家系と二郎って違うの？家系と二郎、あゆみさんニンニクは食べれるけど、でもそんないっぱいはいいかなっていう感じかも。あんまり、でもいつも入れますか抜きますかって言ったら結構抜いちゃう。いや好きだけどね、好きだけど、なんか丸ごと揚げみたいなのはちょっと勇気出ないかも。あるよね、ニンニク丸ごと揚げみたいな。唐揚げ？何？唐揚げって何？唐揚げ？唐揚げトッピング？ニンニク美味しい。いやでもニンニク美味しいよね。ニンニク美味しいよね。前髪がごちゃごちゃ、前髪がガタガタ。もう絶対に次美容室行った時は前髪のストレートパーマをかけようと本当に思います。ももちゃんにもかけなって、やめて、いいよかけてって言ったので、かけたいです。はい、
あ、そうなんだ。唐揚げって言うんだ、その替え味みたいな。へえ、嬉しい。どうしてどうして、どうしてどうして、嬉しい。ちゃんと前髪整えなきゃ、ちゃんと前髪整えなきゃ、もう手遅れだっけ。うん、嬉しい、ありがとうございます。私もじゃあなんか気になるなって思ってもらえるように、そしてもっとね、なんかちょっと知りたいなって思ってもらえるように頑張る嬉しい。嘘つきセンサー、嘘つきセンサー、ウィヨ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 。なんでみんなさ定期的にコメントが一緒なの。みんな仲良し、仲良し恋しが一番いいですから。明日ラーメン食おうとなって、いいね。何味食べるの。いつかあゆみちゃんの話、え、いつかじゃなくて来て来て来てほしい、嬉しい。え、なんかさ、え、X やってますか。ちょうどさっきね、なんかえ、リコの投稿、違う方かな、わかんないけど、なんかね、なんか流れてきた、あのおすすめにね、同じネームが流れてきた。でもわかんない、やってないかもしれません。ねね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 ね。逮捕の日、逮捕、来た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 。なんていうの、が、なに、がい、がい、なに、なんていけるの。仲良しってそう、いいからね。はい、仲良しっていいからね。やってる、さっきね出てきたよ、おすすめで。リコの投稿のおすすめ出てきた、見た、立ち止まって見た。優しいね。え、何これ、そんなことないけど、ありがとう。でもまあ、なんかあのね、思ってるより身長あるねとは言われるけど、え、嬉しい。なんで嬉しい、そんな、優しすぎる。頑張ります。じゃあ今日も足がもっと伸びるようにマッサージを頑張りたいと思います。我愛你我愛你我愛你 I need you。あ、愛以上違うか、もう愛に。いつもね、思ったより高いって言われる高そうです、あ、違う、低そうです。マッサージしても点々点、これはね、あの、思い込みです、思い込みですから。足がどんどん長くなるって思いながらマッサージしたら長くなるから、これ。158センチ顔？本当？158センチ、小沢あゆみです。うん。私は163センチでした。サイン会とお話、え、嬉しい、楽しみにしてますね。ありがとう。楽しみ。楽しみすぎる。足はそんな、まあ大きいかもだけど、そんな大きくないですよ。もうなんか靴、あのなんか写真で伸びてから、私あの靴履けなくなりました。なんか履いてるけど恥ずかしくて。うん、ももか、そう、ももかとねほぼ一緒ぐらいですね。ももかが 162. 何とかで、私の方が若干数ミリぐらい、数ミリ高いけど、ほぼ一緒。なんかあゆみはもう結構もう止まってきてるのね、身長が。なんなら縮んでるなんだけど、ももちゃんはどんどん伸びてるから、あの、同じぐらいになりました。多分初期よりも差縮まってる、多分。優しい、周年の曲折り再生になったけど、嬉しい、優しいよ。かな、それはなんか広角レンズとかがついてたのかもしれない、もしかしたらね、もうかも身長高いんですよ。でもね、もう二十歳
ですから、もう多分身長は伸びないよね。だからもうほんと縮まないのを祈って。まだいけるでしょ、やれるはず。ほんと豆乳は飲んでんだけどね。豆乳とか牛乳、あ牛乳か。でも どうしたら伸びるわけ。セノビック、セノビック、懐かしい。セノビック、くる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 コサミンもよく見てました、セノビックと一緒に。ももちゃん多分あゆみ追い抜かすと、いやでも本当にそう、絶対多分私抜かされる気がする。もう頑張る頑張る、私も頑張って伸ばしていくんだから。え、ミロとかも伸びるの？まだ伸びる？え、みんなすごい、まだ伸びると思うよ。だって本当に今ね、ギリギリ一番身長高いけど、もうほぼ同じ、ももちゃんと。牛乳飲まずにひたすら寝てたら70、100の、そんな高いの？そうなの？いや寝るのか、やっぱ睡眠ちょっと私な、うん、ダメかも、夜更かしマンだから。そうだよね、思い込み大事だからね。思い込みます。姿勢伸びたねって言ったり、ロゴンタの本人に言ってあげてください。そうなの？でもね、よく話してるよ、伸びたねって。ちょっと待って、あと4分しかなかった。みんな気づいてましたか？あと4分しかないって。もう4分でもうこの配信が切れるって皆さん気づいてましたか？誰も気づいてなかったでしょ、きっと。きっと絶対届く、今に似てた様子だとき、おい、ちょちょちょ。もうここは本当に私やばいやばい、くる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 と思うので、本当にもう緊張して全然こう、みんなはねラストビこうやってもう思う存分にこうやってやるんだけど、私はもうやばい、くるくるくる、えんとかやるから、もう緊張して全然あの謳歌できないの。ここめっちゃいつも後ろ向いちゃう、後ろ向いてから気持ち揃えてって言って、リコと背中合わせ。私も構えていいよ。かわいい、構えてるリー、この読み方どっちなの、構えてるリーそう、いつもねそこで整えるのよ、ちょっと調子を。待って待って、ちょっと早め読みになっちゃう。3位テルルちゃん、コーキーありがとう。12位テルルちゃん、ベルモットありがとう。11位テルルちゃん、ノスピッピありがとう。10位テルルちゃん、ゆっくんありがとう。9位トゥルルちゃん、漫画いいってありがとういいって。8位トゥルルちゃん、流星ありがとう。7位トゥルルちゃん、タキありがとう。6位トゥルルちゃん、秋色ブーマンありがとう。5位トゥルルちゃん、ミッドナイトパーティーありがとう。4位トゥルルちゃん、次元さんありがとう。3位トゥルルちゃん、太郎ありがとう。2位トゥルルルちゃん、あやのありがとう。そして第1位はトゥルルルちゃん、そうたろう、パチ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 、ありがとうございます。皆さん、あちょっとあっという間でしたが、見ていただきありがとうございました。ね、今日はミリネさんのお誕生日おめでとうございます。 YouTube ももうバッチリ見ました。ありがとうございました。あ、そう、ホワイトニングの投稿しました。なんかさ、歯を見せる、そう、なんかね、めっちゃ初めねみたいな写真にしたんだけど、ちょっとそれだとなんかさらっ、しれ、なんかさらっとホワイトニングしましたみたいな感じの投稿にねしようと思ったけど、でさとホワイトニングしましたみたいなすごい勢いがある投稿になっちゃって、恥ずかしくて写真を変えました。あと1分で終わるね。お話か、え、嬉しい、ありがとう。ちょっとね、あのもうリコ姉の話いっぱいしましょうね。あ、リコ姉ですか、あれリコ姉じゃない、ちょっといっぱい話しましょう。ありがとうございました。おやすみなさい、ありがとう。
また明日。またに。